はい、はい、黒部です。よろしくお願いします。大阪は平野区というところから来ましたけども、実は今日はこのギターにしたわけで、まあ2本持ってきてるんですけど、LL11S と、今日はこれ1本でいきたいと思うんです。いや、2本使ってもらって。いやいやいや、というのがですね、一番最初に買ったギターがこのギターなんですけど、実は金がない時に質屋に入れまして、で、流してしまいまして、で、十数年前にまたこのライブ活動を始める時にまずこの同じギターがないかと探したわけです。で、西区の方の、ギター屋さんに、ありまして、で、まあ、現物が見れるいうことなんで、L7S あるわと思って、で、現物を見に行きましたら、その質に流したギターと同じところに傷があって、で、ひょっとしたらこれはそうじゃないかなと思うところがかなりあったんで、もう速攻で買いました。で、ハードケースごと買ったんですけど、まあ、また引き合わせてくれたらいいなと思って、まあ、もうすぐ買ってね、まあ僕にとってはもうすごい、ね、思い出のあるギターになってしまいました。ということで、まず、最初2曲はですね、このギターを持って、よく、天王寺とかその辺で、みんなで、外で、こうギターを弾いて遊んでた、まあこのゾロさんといえば松屋っていうところで松屋もよく遊んでた。その頃に、作ったオリジナルを2曲歌いたいと思います。ずっと昔この街を捨てた俺が歌を歌いに帰ってきた。幼い頃に見た街はなく、見知らぬビルが立ち並ぶ。寂しさ忘れた丘は削られ、初恋の桟橋はもう工場に。だけど街は変わっても、人の心は変わらない。時が流れて街が変わっても、俺の心は昔のまんま。車が通れば砂ぼこりの道も、今はもう綺麗にアスファルトの道。だけど街は変わっても
近鉄百貨店の前で、大体これぐらいの2月ぐらいにいつも寒くなると、夜な夜な集まって閉店した8時過ぎぐらいから、みんなで、路上をやってました。その頃の歌なんですけども、まあ、普通ね、ぬくい時ね、まあ、あったかい時にやったらええやないかという話なんですけども、その時は別のことで忙しい、寒くなるとみんな割と出かけなくなるんで、そういう時期にやってました。もうね、兄ちゃんが寒いやろとか言って、おばちゃんがたこ焼き買うてきてくれたりとか、まあ、そういう振り合いも結構あって、路上も別に警察官来ることなく普通にできてたんですけどね、もうほとんど40年ほど前のことです。チャンピオンを意識して作った曲です去年作った曲です。
駅まで自転車に乗ってきた。ホームに来たのはいつもの満員電車。これがおいらの日常の風景。もう何十年も同じ朝の繰り返し。流れるように流されないように。仕事が終わり帰る頃、駅前の酒場に火が灯る。乾いた喉を潤したくて、ビールを飲み干し親父と語る。千鳥足で自転車をしながら、見上げた空には輝く満月。これがおいらの日常の風景。来る日も来る日も同じ夜の繰り返し。流れるように流されないように。明かり一つの部屋で一人、ギターを抱えバラリと鳴らす。自分だけの言葉を探し、湧き出るメロディーを口ずさむ。少し進んでは立ち止まり、また少し進んで立ち止まる。これがおいらの日常の風景。こうして自分の心を歌にできた。流れるように流されないように。流れるように流されないように。日常の風景ということでした。次はですね、大阪の南に、昔ゾロさんもよく出てありました、バーロージーというのがありまして、そこで、店主の広和さんが、詩を書きまして、まあ、僕らの月1回新曲発表会にも行ってるんですけども、そこでピースミュージックというイベントなんですけども、そのピースミュージックというタイトルで、広和さんが曲を書いて15組の人が
それぞれ曲をつけました。それで、この間1月に、ピースミュージック祭りというのをやりまして、1枚の CD に、あ、2枚の CD に、仕上げました。ほぼほぼ、同じ歌詞ばっかりです。曲が違うという、そういうアルバムを15曲入り500円で、発売してますので、またよかったら、興味ある方は申し込んでください。僕のピースミュージックを歌いたいと思います。すべての人の幸せを願って。すべては魂の平和のために。すべての人の幸せを願って。すべては魂の平和のために。すべての人の幸せを願って。
ございます。では最後の曲を歌いたいと思います。大阪には春カスという非常に高い建物がありまして、その1階からは近鉄南大阪線という電車が走っておりまして、そこから準急で2つ目の駅の大阪の芦屋と呼ばれている藤井寺という駅があります。そこの近くの高校に3年間通ってました。その思い出の歌でございます。それで、去年ぐらいから、ジョイサウンドで歌えるようになりました。本人映像はありませんので、ありか、あちらしかですね。Follow me.